ません、わかりますけど、どうなんだろう、かなりちょっとね、中身とかそういうのを考えていかないといけないのかなっていう、やっぱ最終的には戦略だと思うんですよね、はい、こう階段をどうやって、うん、この動画で誰を呼びたいのかとか、うん、この動画でどういうふうにしていこうとか、集客をしていくかとか、だからその階段をまず決めて取り始めないと、数だけ上がったんだけど全然問い合わせ来ないよみたいな感じになっちゃったりとか、やりがちですよね。やっぱターゲットを絞って、はい、とにかくたった一人だけ構わないで絞って、その人に向けて記事も書いたり動画も作ったりとかやってって、うん、ようやく少しずつ見つかってきたって感じですかね、うん、もう手探りだと思います。去年の今頃まさにそうですよ、うん、去年の今そう、今頃9月ですもんね、はい、あれね、菅さんの話聞いたら去年のなんか11月頃じゃなかった、多分話聞いたら僕と同じだと思う、あの、ね、みんなに言ってたって言ってました、あ、カナダで去年だよ、ユーチューブ作成スマート、はい、自分そういうやるんだから、ね、いろんな、まあ、今アイデアと聞かせていただいたんですけど、そういうのって、うん、まあ先ほどこうお客様からっていうのもあります、多分自分でご自分でっていうのもあると思うんですけど、その辺アームズさんとかがなんかこういろいろいただいたりとかっていうのもあるんですか。そうですね、やっぱりあのこちらの本に書かれている魅力発掘シートがまず一番最初、ぜひ一度しながら、そうですね、ですね、こちら、これですね、どうですか、これも立ちます、これを作りましたね、おお、大体僕にスケッチブックを持って喫茶店の これはやってました。これやんないと絶対動かないんで、戦略は菅谷さんのやつだったら、うちの強みはこれだから、ここを最大に生かすための動画はどうかなっていうことでやってますけども、最初動画撮ろうとしますけど、まずこれをしっかりやるんで、1回じゃなくて2回も3回も何十回もやって、その都度考えてってことが必ずやってますね。そのは菅谷さんのセミナーとかで、そうですね、菅谷さんのセミナーであったり、僕がホームページでお願いしたんで、はい、普段メールとかで質問とか、菅さんこういうこと考えたんですけどどうですか、はい、聞いたらそれいいですねとか、それはダメですねとか出てくるんで、うちが今ホームページ管理してもらってるような、そんなのと同じようなやりなんですかね、アームズさん、あ、僕の場合は全部お任せしちゃったんで、全部、はい、ホームページももちろん制作もそうですし、戦略構築も全部、これ全部コンサル来ました、ね、菅井さんから、はい、ね、地震の後ですか、地震の後にホームページをお願いして、これ作りましたでしょ、1ヶ月ぐらい紙借金これを炙り出す、そんな簡単に炙り出せないんで、何回も何回もやって USB をまず見つけるっていう、正直こっちの方が先日言ってるよ、そこなんだよ、俺言ってるよ USB、 それ考えられてるでしょ、
承知してます、ね、承知してます、ね、あれなんだろうね、これをどうやって作るのかって、うん、これ作らないでやっぱりではその YouTube やろうがね、何やろうがそのボケた感じになっちゃうじゃないの、はい、軸ができないんですからね、はい、あの USB がないと売れちゃうよ。だから自分も今やってる延長上で考えればいいんじゃない、これはそれ得意としてやったらそれを認めてるお客さんに、まずはそこが、はい、あと酒井さんの DVD とかでも勉強しましたね、うん、また一人で1億円あるでしょ、個別コンサルを受けたりして戦略の立て方を学びましたね。どういうふうにして考えれば階段ができるかということは、そうですね、それはやりましたね。ちょっと書いてください。これ一応書いてますか、いっぱいありますか、ね、これちょっと一冊お金払って、はい、これもうちの専門で一冊買っていいですか、はい、木村さん入れますよ、はい、いいですよ、木村さん会社入れます、はい、ちょっと面白い、はい、せっかくいただいたので、はい、ね、もしよろしく、うわ、もう、それで、ね、国王戦略って DVD でやりましたね、はい、勉強しながらさ、はい、まあ、それも勉強しなきゃなし、ね、何もないかも、ね、終わりには、一冊っていうか、ね、それ一冊、あ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 、